戦う覚悟はできているらしいな。新人のお前に KPA に対抗するためレジスタンスが使うスキルとツールについて教えよう。お前が力を証明したらアップグレードの相談に応じてやってもいい。 KPA は俺たちの街を封鎖した。奴らの武器はドローン、飛行船、車両、そして生体認証機能が備わった最新鋭の銃だ。だから俺たちは自ら武器を作り出す必要がある。これが武器庫だ。アメリカの知恵が結集されている。俺はモジュール式の武器を作り上げた。つまりどこでも乾燥ができるってわけだ。ショットガンをフルオートにすることもできるし、インフェルノランチャーにだって変えられる。全ての武器に複数の戦闘形態があるってわけだ。だがそれだけじゃない。共通のアタッチメントは銃の3箇所に着脱可能だ。北の奴らを狙撃したい？問題ない。マズルブレーキとスコープをつけるんだ。レジスタンス兵士はあらゆる状況に順応する。それが生き残る術だ。だが銃がなければ何も始まらない。ゲリラツールキットは頼れる友だ。デバイスは4種類。死にたくなければ覚えておけ。火炎瓶は対人戦で有効だ。そして爆弾は車両に対して効果を発揮するだろう。汎用性の高いものが欲しいっていうならハッキングツールだ。監視カメラやドローンに有効で、ターレットに使えば KPA に向けて発砲させることができる。そして爆竹を使えば敵の注意をそらすことができる。ツールは複数の使い方ができる。投擲、遠隔、近接感知。だが俺のお気に入りはラジコンだ。爆弾ラジコンに勝るものはない。どこでも作成可能だから素材を集めることだ。これらのものも使い方を知らなければどうにもならない。だから俺たちはゲリラ戦術の訓練をしている。パトロールする敵への奇襲を学ぶんだ。観察して意表をつく。用が済んだら増援が来る前にその場を離れろ。助けが欲しいならレジスタンス兵士を連れていくこともできる。お前の機動力は認める。だが純粋にスピードが求められる時もある。バイクでオープンワールドを駆け抜けろ。隠密行動が必要な時は夜を待て。武器にサイレンサーを装着するか、敵の背後から忍び寄れ。忘れるな、敵も同じことを考えている。戦うか、走るか、隠れるか、状況を見極めろ。だが市民の心を揺り動かさない限り俺たちに希望はない。